岩田に行けばレギュラーで出られる、川崎に行けば優勝争いができる、でも鹿島に来ればサッカーを知ることができる。夢を持つスポーツ選手たちはその重要性を語ります。夢を持ち努力して夢を叶える、それは素晴らしいこと。ただ夢なんて持たなくても大丈夫と付け加えたい。僕は夢を叶えるためにサッカーに取り組んできたわけではなかったから、ただサッカーが好きで上手くなりたくて負けたくなくて常に今以上を目指して取り組んだだけ。チームの雰囲気作りとかバランスについては僕らベテランに任せて思い切ってやってほしい。昨日より今日、今日より明日へとどれだけ積み上げられるかが大事。僕はプロという頂上を見ていなかったけど、常に上手くなりたいと思っていれば頂上が決まっていなくてもよい。自分のレベルに対して良いこと悪いことが起こる。自分のレベルを上げていけば良いことも悪いことも右肩上がりになっていく。それは自分の毎日の取り組みで決まっていく。自分の現在地と将来の自分が行きたい場所をしっかりと整理して考えることができる選手は伸びていく。大きな失敗はあまりない。失敗というものはサッカーをする上で毎日たくさん起こるものだと思っているから。サッカーはたくさんのことを考え判断するスポーツ。良い失敗と悪い失敗は何が違うかと考えるんですけど、その時に判断があったかどうかだと思うんです。引退後に力が抜けている男がかっこいい。バランス感覚が整っている人間、力が抜けたバランスは一回何かに振り切らないと得られないと思うんです。未来を描くときに何になりたいと考えたことはありません。それは手段でしかないから。どんな役割を担いたいのか、どんな自分でいたいのか、それを日々自分に問いかけながら未来を考えています。